ルカチュガリーには、イタリアモンテッキオエミリア出身のサッカー選手。FC クロトーネ所属。ポジションは MF。パルマ FC 出身。ユースチームから、SS サンベネデッテーゼカルチョへ、レンタル移籍し、移籍先で、トップチームデビュー。2005年に、パルマに復帰しセリエ A デビューを果たすと、パルマの中心選手として活躍した。2007から08シーズンに、 パルマがセリエ B に降格したことに伴い、2008年7月11日にアタランタ BC へ移籍金500万ユーロで移籍。ティベリオ・グアレンテとダブルボランチを組んで23試合に出場し3ゴールを挙げた。2009年7月3日、移籍金1100万ユーロの4年契約で SSC ナポリへ移籍した。ワルテル・ガルガーのミケーレ・パチエンツァが、 ダブルボランチとして君臨する中で28試合に出場した。2010年8月2日、スペインのセビージャ FC へ買取オプション付きの1年契約でレンタル移籍を果たした。なお、セビージャにはすでにグアレンテも加入しており再びチームメイトとなった。しかし、セビージャでは怪我に泣かされてわずか6試合の出場に止まり、買取オプションは行使されなかった。 2011年8月31日、セリエ A に復帰したフルスアタランタ BC へ1年間のレンタル移籍。1年でイタリアに復帰した。アタランタでは主力として残留に貢献し、2012年7月4日にレンタルが1年延長。翌年夏にはアタランタが保有権の50%を買い取り、共同保有の形で残留した。 2016年7月20日、UC サンプドリア遺跡。遺跡金は300万ユーロ。2005年からイタリア U-21 代表に選出され、2007年9月7日のフェロー初当選で初得点。UEFAU-21 欧州選手権には2007年、2009年の2大会に出場している。また、2008年には、トゥーロン国際大会で優勝。 同年の北京オリンピックにも出場した。2010年8月 UEFA ユーロ2012予選を戦う A 代表に初招集。しかし予選での出場機会はなく、本大会の候補メンバー32名には選出されたものの最終登録メンバーには入れなかった。ありがとうございます。